ここだったな。よし、鍵を使ってみるぞ。開いた。この奥に行くのは俺一人でいい。マルセウスはここで見張っててくれないか。構いませんが、見張るというのは、中で誰かが隠れているかもしれないだろう。俺以外の誰かが出てきたら取り押さえてほしい。わかりました。やれるだけやってみます。頼んだ。やはり埃が多いが、足跡が見えるな。最近ついたもので、一人じゃないな。奥に向かう足跡は二つだが、こちらに戻ってきているのは一つか。この奥に誰かいるということは、レッドグレープか。銃を置いてきたのはまずかったかな。誰かいるのか。おい、どうした？ひどい怪我じゃないか。あ、君は、そうか。やはり君がブローニングだったか。俺を知っているのか？いや、あんたはどこかで。そうだ、マイオッカにいた。ヘレン姉さんに聞いているよ。君に街で声をかけられた後、もしかしたらと思って幻影城に来てみたら、誰かに襲われて、このざまさ。なるほど。ヘレン姉さんということは、あんたがクレイニヒか。ああ、そうだ。しかし、それはいろいろ都合が良かった偽名でね。本当の名前はタイレルだ。ブローニング、君にこれを渡そう。アタッシュケースの鍵だ。ヘレン姉さんから預かっていたものだ。それから、そこの棚が二重底になっている。開けてみてくれ。わかった。これは？冥府の印象。そう、後継者の印だ。なぜあんたがこれを？全部ヘレン姉さんに聞いたことだ。俺をここに連れてきた男がそれなりに調べていたみたいだが、見逃してしまっていたようだな。後継者の印がフィルムの中に入っていたが、それに関して何か聞いていないか？フィルム？どうかな？特に何も聞いていないが。そうか。で、動けそうか？ああ、すぐには難しいかもしれないが、なんとか動けそうだ。よかった。じゃあ、早速この鍵を使わさせてもらうぞ。なるほど。そういう意味だったとは、俺も知らなかった。しかし待てよ。俺は今、初めてアタッシュケースを開けたんだ。中身がこれであることを知るはずがない。だとすると、そうか、レッドグレーブは。今何か聞こえなかったか？あれはマルセウスだ。外で何かあったみたいだ。すまない、俺はまだ。大丈夫だ、俺が見てくる。